サルガール・ムハンマド・ダーウード・オハーンは、アフガニスタンの政治家、大統領。旧王族の一人で、最後のアフガニスタン国王となったザアヒル・シャーのいとこ。ダーウードは、ダウドとも表記されるが、ムハンマド・ダウド・シャーとは別人。1953年9月から1963年まで、首相。首相在任時、ムハンマド・ダーウードは、国軍の近代化を重要な任務と考え、 ソビート連邦に援助を要請した。1956年からソ連の軍事援助がアフガニスタンに提供され、アフガン軍にはソ連の軍事顧問団が駐在し、アフガン軍将校はソ連に留学した。ダーウードは軍事分野のほか、経済及び社会、教育システムにおいても改革に着手した。改革に反発したウラマー会議は反政府キャンペーンを組織した。 これに対して、ウラマーに対する大規模な弾圧を行って以降、旧世代のムッラーは社会に対する影響力を失い、これに代わって急進的なイスラーム主義を施行するマドラサの学生たちが台頭するようになった。世論の反発を受け、1963年にザーヒル・シャーによってダーウードは首相の座から退けられたが、1973年7月、病気療養のために、 ザーヒルシャーがアフガニスタンを離れた隙をついて、クーデターを成功させた。ダーウードはザーヒルシャーを追放、王政を廃止した上で、共和制への移行と自らのアフガニスタン共和国大統領就任を宣言し、1977年2月14日、ローヤジルガにおいて正式に大統領に選出。 イスラーム主義者に対する弾圧が強化され、後にムジャーヒディーンの指導者となるムルブッディーン、ヘクマティアール、ブルハーヌッディーンラッパーニー、アフマドシャーマスードなども国外に逃れざるを得なかった。弾圧は当初彼の改革を支持していたアフガニスタン、人民民主党のパルチャム派にも及び、彼らは政府から追放された。1978年4月27日、 アフガニスタン人民民主党支持者の将校が指揮する数台の戦車、3機の飛行機及び不評の小部隊が軍事クーデターを起こし、翌28日には大統領府にいた家族18人と共に革命派将校により殺害された。その後、遺体はどこかへと持ち去られ、最近まで所在がわからなくなっていたが、 ダーウードを殺害した元革命派将校が当時革命派の拠点だった軍の駐屯地の庭に埋めたと証言し2008年に同地でクーデターの犠牲者15人と共に地中から30年ぶりに遺体が発見された2009年3月18日ダーウードのためにカーブルで国葬が取り行われハーミド・カルザイ大統領や政府閣僚ダーウードの孫も出席した この際、ダーウードの孫からの要請で、反政府武装勢力タリバンは国葬への攻撃を行わないと約束した。ありがとうございます。